ロイド君ルートの1で今市内マラソンしてるところですね。まだ西通りをうろうろしてます。さあベルハイムに入れるのは1000と同じかなって感じ。あ、リットンさん久しぶり。アルモリカ村の療養所に出勤。あー、風呂。そういえばリットンさん徴兵して、徴兵自ら志願していったんだよね。同じ職場なんだ。あー、勤務時間重なること多いんだね。なんか前数結構すれ違ってる感じだったもんね。そっかそっか。へえ、よかったね。もうちょっとなんかこう、その線の続きを聞けるのも嬉しいけど、もうちょっとこうロイド君たちと顔なじみなんだし聞きたかったな、久しぶりみたいな。ロイド君は1回、ゼロ青で言ってたのは1回。そうだよね、階段降りてたもんね。そう、隣がセシルねえのね。そっか、やっぱこっちなんだね。なんかさ、ちょっとゼロ青とさ、なんか違ってさ、違うよね。私が勝手に違うって思ってんのかな。なんか感覚が違うからさ。そしてユーナの家、ユーナの家が2階なんね。はいはい、寝室になってる。遠慮しておこうかねえ。あ、ケンナナじゃん。あ、ミッシーぬいぐるみ。そう、ケンナナね、ゼラオでね、いたんですよ。貝が、貝で支援課のみんなじゃねえか、いらっしゃいなの。いつになく元気いっぱい、調印式の日なんか漢字増えた？そんなことない、こんなもんでしたっけ。まあでもお姉ちゃんのためにね、代わりに目になって楽しんできて。いや、けん玉マジ天使ですよね。うん、マシューさんは今家にいるんだね。ね、気候兵さばき、まあね、心配よね。ね、お仕事じゃない、港湾区で開催するミニイベントの担当することになった。なるほど。おい、お邪魔しました。ユーナは課外実習で教官さんの故郷に行って。そうなんだ、今ユミル行ってんの。へえ、ちょっと待ってよ待ってよ、そういう大事なことはちょっとできると信じようそれは大事じゃないかな。はい、それは見たいな。新じゃない97組がさ、なんかユミルに行く時もさ、なんかドラマ CD で済ましちゃってさちょっと、オリビー読もうぜあの上昇の呼ぼうぜ。そうなんだ、4階。ちょっとな、はい、ウィラレザン行きましょう。さて、どんな感じですか。あ、首相になってるそうなん、そういうもん。まあでもちょっと相変わらずっていう感じではありますね。おお、話してる。ああ、いなくなっちゃう。ああ、それがあれってか、なるほど。そっかそっか、なるほどね。あららららら。そっかそっか。
入るんてね。僕のパパタイムズ百貨店の支配人じゃなくなっちゃった。帝国に戻ったら少し生活のランクを下げる。嫌な感じじゃない。まあね、おかどっちどうでもね、お金よりも家族の愛を感じられる方が幸せと。いや難しいこと言い出したわ。サミーちゃん久しぶり。そっか見に行ったんだね。うん。それはよかった。うん。そっか。死んだらダメだよ。これからも二人を見守っていかないと。推しが死ぬまで自分も死ねん。2年ぶりか。めっちゃ喋るな相変わらず。ほい。そんなビレザンでした。ビラレザンか。さて西通り大体見たような気がするけど、特務支援課のガレージ的なところに行こうかな。どうなる？うん、鍵をかけたまま。あー、てか中央行けるの？中央広場行く。あ、もうね、もしかしてフルマラソン？フルマラソンか。オッケー。あ、ミミちゃんいる。はーい。中央広場。街に掲げられた旗も一通りクロスベルの紋章に戻りましたね。あ、本当だ本当だ。ああ、ようやく2年前の姿が戻ってきたというか。改めて感慨深いかな。だね、この闘神でマラソンできるだなんて。うん、パスポートやっぱいるんだね。少なからずね。でもよかったね、一日で終わって。ルーバスはまあそこまで悪じゃないと思うけど、嘆願書そういうの書いたら少しでも罪が軽くならないかな。なるほど。そうね、この背高いね。風船今日も売ってます。相変わらずうまいこと言うね。でこの人は喋ってる人で、この二人は観光客か。なるほど。活気がある。そして、ミミちゃんとコッペ。支援課のロイドくんたち。お疲れ様。ありがとう、ミミちゃん。それにコッペも。相変わらず、ミミちゃんとコッペは支援課の癒しですね。言っちゃうんだ、それ。確かに、ミミちゃんは癒しですね。どんなリゾート地のどんなスパよりも効くね。スパってスパゲッティ。まあそれでもいいけどね。ツッコミがな。
ミミはスパゲッティよりもハンバーグの方が好き。あ、そうなんだ。中でも一番はチーズが入ったの、あれ美味しいよね。まさかのミミちゃんの好みを聞いてしまうっていう。ね、コッペ、お魚あげなくていい。で、ケイト先輩たちじゃないですか。お疲れ様です。うん、事件後の処理用事ね。いろいろな意味で今日の調印式に節目に落ち着くね。本当に無事に調印式を迎えられるんかな。ありがとう。ほんとね、私もそう思うよ。うん、長い間お疲れ様ロイドくん。僕としては街を離れてる間もずっと特務支援課の一員だったけどね。そっか。うん、フランツとロイドは友達だからね。さあ、外回り終わってかな。よし、レストラン晩セット。あー、まんでまんで、ま、ハロルドさんたちいる。よかった。あ、ガンツさん久しぶり。ガンツさん、はいはい。新人のルガノフ、あいつは東通りでダチと落ち合う。新人か、よかったね。今日も相変わらずのガンツさんでした。ガンツさんはグノーシスの件でちょっと表現しちゃった一人ですね。ホイストさん、セルテオもノンノもそれぞれの目標に向けて精進してる。うん。うん、そうなんだ、すごいね。ハメ外しちゃダメだよ。うん。だからずっと笑顔なんね。モテまくり。そっちかーい。そしてフロテスな。ズズー。相変わらずのズズー。あ、ほんと。うん。ほんとね。ほんとそれだわ。セルティオさん。笑顔が怖い、なんか。のんのさん、はい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 。あー、そうなんだ、へえ。うん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 、人生何があるかわかんないね。尊敬してるね。ああ、そうそうね、前向き。帝国の方かしら。皿の話。うん、そっかそっか、セルテオさんとノンノさんの。さて、ハロルドさんたち、はい、お仕事お疲れ様です。おめでたい日だからごちそう食べてる。そっか、パパの仕事がまた軌道に乗ってきたお祝い。ほっか、さすがですね。体制の立て直しには手こずったけど、外国からクロスベルの注目度が改めて高まってるおかげでなんとか。ほんとね、私もそれ思うわ。セルティオさん、お兄ちゃんたちはレンのお姉ちゃんのね、お友達、お友達、そうだね。実はこの間お姉ちゃんと一緒にご飯食べて、あら、マジなん、マジなん、そうなん、マジなん、ニヤニヤしちゃう。そっかー、まあ5ヶ月あったもんね、5ヶ月の間に。お姉ちゃんの家族の話も聞けてとっても楽しかった。本当よかったね、よかったね。ね、楽しそうだね。
次はお姉ちゃんの家族の人たちも一緒に食事会しようって話したの、今から楽しみ。本当見たいな。レンカ、確かエステルたちは今日仕事…え？あ、マジなん？え、本当に？エステルたちは今日仕事で来てるか、彼女は来てる…マジで言ってんの？え、いや、遊撃機協会いるの？東通り？行こう。ちょっと待って、マジか。レンちゃんは学園戻って、あの学園って何年生なの？ 2 年生？実は対戦直前あの女の子と話す機会があったね。ありましたね。思い返せばあの時もらった言葉のおかげで、ちょっと待って、涙が出るです。対戦を乗り越えられたように思います。不思議な子ですが、いつも私たちを気にかけてくれて、何度助けられたか分かりませんね。ちょっと待って、ヨシエス来てるって、マジなん？いや、ほんと、ちょっと感慨深いね、ほんとに。ね、私もニコニコしちゃうわ。なるほどな。ちょっとすごい情報聞いてしまいました、私。一応、今のタイミングで言っとく？いや、いいか、まだ。ほい。じゃあ百貨店行こう。ちょっと待って、熱が入る、ね、今すぐ行きたいぐらいなんですけど。ふう、落ち着け、落ち着くんだ、私静まれ、この左手。いつものボーダンさん、ほい。クロスベルに残って仕事を続けていくことになった。ああ、帝国さんじゃないとお口に合いませんか。そっか、まあ、こんな方もいますかね。うん、今日は国産を安く。私の娘が行政区でジューススタンドを出してる。あー、親子でしたっけ。そっかそっか。いや、ジュース屋さんはもう本当お世話になってますよね。ペッキー来ました、ペッキー買いましょう。いや、このクルスベルマラソン、私、まあ、確かにめっちゃ喋ってるけど、すごい時間かかるね。楽しんでいくよ、ゆっくりと。もうマジで言ってんの？マジで言ってんの？おめでとう、おめでとう、スコットさんが、遊撃士協会のあのスコットさんが。そうなんだ。おめでとう。なんかすごいね。なんか2年、3年ね。そうなんだ。はい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 、ご存知ですよ。すごいね、すごいいいものを見ちゃった。おめでとう。この貫禄。なんだっけ、ランニングが好きっていう話だったよね。はい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 、前回のね。はいはい、帝国企業、企業の株主さん。ちょっと待って、もうなんか酸欠になってきた。はいはい。で、この方が帰っちゃうっていうことよね。独立に際しクライシット商会をはじめとする帝国企業が当百貨店の株式の大半を手放した。それに伴い当店の権利経営権は全所有者であるクロスベル企業に移譲することになった。なるほど。パティリーちゃんね。パティリーちゃんは里帰りしてる。そっかそっか、帝都帰っちゃったか。改めて就労ビザを取ってクロスベルに住む。マジなんかすごいなー、パティリーちゃん。自分の道見つけたんだね。なんか数奇な運命ですけど、なんかこう、そういう運命から自分の道って決まってくんだね。そしてサザークさん、はい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 、共和国人ね。ジャネットちゃんといい感じのサザークさん。あ、ジャネットじゃなくてジャネッタでした、すいません。結婚したか。
うん、そっかそっか。新市街の新居いかがですか。なんか安いってクロスベルタイムズに書いてましたけど、ミシーテイルとな。ねえ、お金がないよ、買うじゃない、夜。あのね、すぐに買わないとね、忘れるんですよ。どう、龍神鼓、あ、龍神鼓まだもらってないんか。あれ3万ぐらいだったよね。待ってよ、セピース会は、あ、セピース会あるね。 IBC いけるんかな。よかったね。いやー、やべえ、めっちゃ楽しいね。よかったね、おめでとうございます。そうだね、見せて見せて。あー、そうね、そうね。ほんとね、ほんとね。そうだよね、そうですかとしか言えないよね。幸せオーラ全開だね。でもジャネットちゃんが真面目に働いてる姿を私は見たことがあるでしょうか。うんうん、あったね。あんまり買わないな、ストレガーウィング、それがタフ。タフというだけあって DF が大きかった。いや、本当にめっちゃ喋りすぎてね、酸欠起こしてんの。めっちゃ楽しいよ。た、なん、なん、帝国を立ってに独立？はいはい。ほんとね。はぁ、メカミッシーゴーグルか。ミッシーシリーズかな？ちょっと交換、ナインバリあるんかな？ちょっと見たいね。どういう交換ものがあるのか。はいはい。シルバーシルク。よし、百貨店こんなもん。こう、ロイド君で操作すると、いつも買い物に来てるあの人に会えないのはちょっと寂しい感じあるけど。百貨店はここまでにしますか。そして、オーバルストア原点。ここびっくりマークついてんだよね。なんだろう、ウェンディだね。うん、はいはい。よかったね、並んでて。うん、よかったよかった。なんか冷蔵庫こんなんだったっけ、なんか豪華になった。はい、え、すごいね、よかったね、テンション上がっちゃうね。ね、ウェンディー、なんです。めっちゃ気合い入ってるよ、もうテンションがね5割増しですね、私的には。5割以上ですか。はい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 。まあね、確かにね、おかしなこと特にない。はいはい、オーブメント調節か、任せたまえ。合成武器クォーツ強化、なるほど、強化ね。うん、
武器強化もか。アークス2ね、最近製造元のラインフォルト社がバージョンアップした。はい。いろいろ強化されたみたいだけど、スロットの強化を試してほしい。3段階まで強化する。今まで以上に強力なコーツって例えば何何何、どんなの。アナライズ UR ウルトラレアですか。大変ですね、上には上が出て。でもアナライズもらえるの嬉しい。うん、ありがとね。うん、ほい、はい、ほーい。うん、セピース会はお金にして、セピース自体はクォーツにも使えるから、安易に売るのもどうかなっていう話ですね。破壊、今回ブレイクどんな感じかね。いきなり2があるのか。このセピス界って引き継ぎ得点どんな感じですかね。あ違った場所。どうしよう、ロイド君にする。あ、ワジ君ここか。そのアナライズね、誰、ロイド君にするか。そのなんだろう、みんながどこまでいてくれるかな問題がありまして。よし、試してみた。で、ユーマテが4、やっちゃうか。この3人はいつ何かしらなります。そういえばお父さんは、あれ、1434の時ってお父さん来てたっけ。メカミシウォッチ買いましょう。あれどうだったっけ。ゼロアワの時はね、お父さんが毎日来てましたけど。ミッシーをノエルさんにガンつけていくスタイル。クロスベルカラーか。はい、というわけで、あのクロスベルマラソンまだまだ続きますよ。喋りながらやってるからね、ちょっとねあれなんですけれども、まあみんなこんなもんなんかな。普通のプレイが分からんけれども、特務支援課、あ、急にもマップが来た。ここだけ入っとこう。ジオフロント武器紹介、お久しぶりです。ああ、裏で武器の譲してくださっていた。なんということでしょう。レジスタンスのみんなも助かっていた。さすがですね。相変わらずでした。ねえ、さっきやったじゃん。マジくん、マジくん、なんでよマジくん。こういうね、叫びをね漏らすプレイヤーがね、もしかしたら2割ぐらいいるかもしれない。さて、というわけで次回特務支援課に、特務支援課後回しかな、後回しにしよっかな。うん、他のとこに行きましょうか。というわけで今回のパートはここまでにしようと思います。ありがとうございました。